どうもこんにちは、今回はですねまたダイソーに行ってきました。で、ダイソーでですねこれはかなりお買い得だろうというようなものを見つけましたので、ご紹介していきたいなと思います。それがこちらなんですけれども、ワンタッチガストーチです。これね、これがダイソーで買えるってやばいでしょう。まあ、お値段はですね500円と少々お高めではあるんですが、今まで使ってたやつがですねこちらです。新富士バーナーのガストーチなんですが、これがだいたい1500円ぐらいで購入したものです。なので、お値段だいたい3分の1ぐらいということでかなりお安くなってます。まあ、早速ですねこちらを開封していってみましょう。はい、こんな感じになってましてですね、先ほどご紹介したこちらのね新富士バーナのガストーチと違うところ、多分見てすぐわかると思うんですが、ここですよね。ガスの形状が違うんですよ。この新富士バーナの方は専用のガスしか使えないんですけども、専用ガスしか使えないということで結構ね困ることがありました。 CB 缶しか持ってきてなくて、これはあるんだけどガスを忘れちゃったってことがね結構起こり得るんですね。ただこちらであればCB 缶だけで使うことができます。でですねこちらの使い道としてはですね、ここにあるようにですね、例えば焚き火に着火するとか炭に着火するとかっていう使い方もあるんですけども、で他にはですね使い方としては、以前ですね炙り寿司を作りました。炙り寿司を作るときにこういったバーナーでこうバーっと焼いていくんですけども、そういったね料理に使うこともできます。まあ、例えばですねキャンプで考えられるとしたら、チーズ料理とかチーズを使った料理とかをするときに、まあ、ダッチオーブン使うことでもないんだけどチーズをちょっと溶かしたいとか、チーズに少し焦げ目をつけたいという場合にですね、これを使うと、綺麗に焦げ目をつけたりとか、あと溶かしたりとかすることができます。これのねやっぱ一番のいいところは、こういった CB 缶が使えるということです。 CB 缶が使えますので、どうやって着火するんだこれ、スイッチ、あ、これがスイッチか。これがスイッチですね。後ろから押すような感じになってます。取り付け方に関してもですね、 CB 缶を使ったことある人だったらまあ大丈夫な感じじゃないかな。こう合わせてクイッとひねるだけです。これで準備は OK です。後ろを見てみると、故障かなと思ったらご確認くださいというところで、新しいボンベではないですか、またはボンベを振ったり温めていませんかと書いてあります。ということは、どういうこと、新しいボンベだとダメなのかな。まあ、ある程度使ったボンベの方が良かったりするんですかね。それか、使いながら、ちょっとずつ安定するということなのかもしれません。もう一回やってみよう。安定してる。やっぱ新品だとああいう風になったりとかするんですかね。今は全然安定してますね。さっきは完璧に新品状態でやったんで、そういうことももしかしたら関係するのかもしれないですね。なるほど、これいいんじゃないですか。500円ですからね。こっちが、だいたい1500円ぐらいするんですけども、使い勝手としてはね、まあ当然こっちが CB 缶が使えるんで、まず使い勝手の面では絶対こっちの方がいいです。で、まあ温度的なところとしてはどうなんだろう、多分大して変わんないと思うんだけどな。1300度いけるってことは相当高いですからね、温度は。
参考までにですね、Amazon で売られている価格なんですけれども、こっち側のね CB 缶用のガストーチ、これが一番安くて999円です。で、だいたい1200円ぐらいでこっちも売られてるみたいなので、やっぱりね500円っていうのは破格だと思います。で、ダイソーの品っていうのはですね、結構あの物が移り変わったりとかしますよね。新しいものに入れ替わったりとかするので、これがねレギュラー商品になるのかどうかっていうのはちょっと分かりません。もしかするとですね、すぐ廃盤になってしまうという可能性も十分考えられますので、こちらのガストーチはですね、見かけたら即買いしてもいいレベルのものじゃないかなと思います。本当このガストーチに関しては、今回このダイソーに行ってみまして、いろいろ物色をしてたらですね見つけてしまったので、もう即買いしました。色はですね、この色とあと黄色というかオレンジっぽいような、そんな色があったんですが、今回はねこの青い色を選んでみました。ダイソーのですねキャンプ用品コーナーとかをかなり見ました。何店舗か回ってみたんですけども、これがね一番良かったし、今絶対買うべきものだと思います。なぜならレギュラー商品になるか分かんないから。分かんないので、もう見つけたらねさっと買ってしまった方がいいと思います。正直ですね、料理したりとか、火を扱ったりするのが好きな僕としては、ダイソーのねメスティンが今一番話題かもしれませんが、本当個人的にね、今ダイソーで一番買うべきものだと思います。ということで今回は、ダイソーで500円で販売されているこちらのワンタッチガストーチ、こちらをご紹介してみました。で、先ほども言ったんですけども、こちらがですねレギュラー商品になるかどうかっていうのが全く分かりません。全く分からないので、500円しますが、見つけたらもう即買いの商品だと思います。もうね個人的にはねついに来たかというような商品になってますので、見かけたらですねぜひ買ってみてはいかがでしょうか。それでは